グレナダの海戦は、アメリカ独立戦争中盤の1779年7月6日に、イギリス領西インド諸島のグレナダ島海岸沖で、フランス海軍とイギリス海軍の間に行われた海戦である。ジョン・バイロン提督指揮下のイギリス艦隊が、グレナダ島沖に到着し、島を占領したばかりのデスタン伯爵指揮下の、フランス軍から取り返そうとした。バイロンは、 戦力的に優位にあると思い込み、クレナダの停泊地を離れたばかりのフランス艦隊に対して総攻撃を命じた。イギリス艦隊の攻撃が秩序立っていなかったことと戦力的にフランスが優位だったためにイギリス艦隊は大きな損傷を被った。ただし、艦船の沈没までは免れた。海軍歴史家のアルフレッド・セイアーマファンはこのイギリス艦隊の損失を リーチヘッドの回戦以来の大変な惨事だと記した。フランスは勝利したにもかかわらず、それ以上攻撃を続けようとはせず、せっかく得られた戦術的優位を有効に使えなかった。1778年初期にフランスが二枚同盟によってアメリカ独立戦争に参戦した。フランス海軍のデスタン提督は1778年12月、 初旬に西インド諸島に到着した。その艦隊は12艦の戦列艦に多くの小艦艇が組み合わされていた。これと同じ頃、イギリスのウィリアム・ホザム提督が指揮する艦隊もカリブ海に到着しており、サミュエル・バーリントン提督指揮下の西インド諸島艦隊を補強した。イギリス艦隊は続いて、フランスが保持していたセントルシアを占領した。この時は、 デスタンの艦隊が救援に駆けつけたが実らなかった。イギリスはデスタンが本拠地にしているマルティニーク島を監視するためにセントルシアを使った。1779年1月、ジョン・バイロン提督指揮下の戦列艦重艦が到着し、イギリス艦隊はさらなる補強を受けた。バイロンがイギリス領リーワード諸島の指揮を引き継いだ。 1779年の前半に、フランスもイギリスもさらに補強されており、フランス艦隊がイギリス艦隊をしのぐようになった。これに加えて、セントキッズ島に集結していたイギリス商船の船団をヨーロッパまで護送するために、バイロンが6月6日にセントルシアを離れたので、デスタンは自由に行動できるようになった。デスタンとマルティニーク総督のドブイエはこのチャンスを捉えて、 近くにあるイギリス領の島々への一連の作戦を開始した。その最初の標的がセントルシア島のすぐ南にあるセントビンセント島であり、これを6月18日に占領した後は他の島々に関心を移した。続いてイギリスの重要な拠点であるバルバドス諸島の占領を考えたが、この時点では東寄りの貿易風が吹いていたために進むことができず、 その代わりに矛先をグレナダに向けた。フランス艦隊は7月2日にグレナダに到着し、7月3日遅くからその守備隊主力に襲いかかった。降伏の条件は7月4日に合意された。バイロン帝徳は7月1日にフランス軍によってセントビンセント島が占領されたことを知らされ、部隊を乗せて島を取り返しに向かっていた。さらに、グレナダが フランス軍に攻撃されたのを知ったときは即座に進路を変更してフランス軍と対戦すべくクレナダに向かった。この時のイギリス艦隊は戦列艦21艦とフリゲート艦1艦で構成されていた。陸兵の輸送船を護送しておりフリゲート艦が足りなかったので戦列艦3艦を輸送船の護送に当てた。デスターは7月5日に バイロン艦隊が近づいていることを知らされ、即座に部隊の大半を上官させた。その艦隊は、戦列艦25艦と多くのフリゲート艦、および召喚艇で構成されていた。バイロンはセントルシアを離れていた間に、フランス艦隊がヨーロッパから、トゥーサンジローム、ピケドラモットの指揮する戦隊で補強され、戦力を増していたのを知らなかった。 デスタン軍によるクレナダ島の占領フランス艦隊は、クレナダ島の南西にある首都セントジョージズ沖に停泊していた。イギリス艦隊は7月5日の夜の間に島に接近してきていた。デスタンはイギリス艦隊を視認した7月6日午前4時に、怒りを上げさせ、速度を出すために艦隊に戦列を組むよう命じた。これは、通常の出航命令にはないやり方だった。 艦隊はほぼ北方に向かった。停泊地では一段になっていた各艦がそれぞれ出て行ったのでフランス艦隊の真の勢力を隠す効果があった。バイロンは時間帯の勢力が上回っていると信じており北東から停泊地に近づくと総攻撃を命じた。バイロンはフランス艦隊の真の勢力に気づいた時に戦闘体系を組み直そうとした。 その結果、イギリス艦隊の攻撃は、統率が取れず、混乱した。HMS フェーム、HMS ライアンなど4艦が、主部隊から離れ、ひどい損傷を被った。ライアンは、捕獲を免れるためにジャマイカまで遁走した。フランス艦隊は艦船を失わず、最後は、戦いから手を引いた。イギリス艦隊の人的損失は、戦死183名。 三百346名だった。フェームでは戦死4名、負傷9名だった。フランス艦隊は190名が戦死、759名が負傷した。デスタンは艦の修繕のためにクレナダに戻り、イギリス艦隊も同様にセントキッズに戻った。デスタンは西インド諸島海域でその戦力的優位を生かす行動が取れなかった。 バイロンは8月に母国に戻った。デスタンは9月にイギリスの支配するジョージア州ソバンナを囲んだが、包囲戦は失敗。その後、デスタンも母国に戻った。下記リストでうちは搭載訪問数と乗組員数を示す。ありがとうございます。